We love Tolicity。皆さんこんにちは、本日の We Love Tolicity なんですけども、まずですね、今日は、何曜日だ、火曜日ですね、今日は火曜日なんですけども、またですね、横浜でですね、雪の予報が出てます。木曜日金曜日かなっていう形で雪の予報が出てます。それでですね、またそしたらですね、この前1本撮った動画に追加で雪が積もるようであればまたいろいろ撮ってみたいとは思うんですけど、その前にちょっとこのトリシティをですね、また少しカスタムしてみたいと思ってます。で、今回、前回の雪を走る動画が結構皆さん見ていただいて、そこの中で、コメント欄のところにですね、完結ワイパーを作った方がいるっていう話でちょっとね、情報をいただいたんですね。で、私も買ってみました。こういう部品です。ワイパーコントロールシステム、なんかね5000円ぐらいですね。はい、これで、どうやらワイパーを完結にできるみたいです。完結というのは動きっぱなしではなくて、たまに動くやつですね。あれにできるみたいなので、ちょっとですね、雪が降る前にこいつで、このトリシティをパワーアップさせてみたいと思います。今日はそんな感じでいってみましょう。はい、ここまででですね、まずフロントのシールドを外しました。そしてワイパーの配線を出してきたんですけども、ここでちょっと説明書を読んでみます。赤コード黒コードを接続します。キースイッチをオンにすると検電ランプが点灯するコードを探し、赤コードを接続します。さらに黒コードをボディアスします。さらにオートストップコードを探しますみたいな感じでこれ書いてあります。で、簡単に言うとちょっと難しいですよね。これ説明書を見てると、普段あまりこういうことしない方はちょっと難しいんで、解説しちゃいます。簡単に同じものを買った人のために。で、まずこういう線がついてくるんですよ。このキットたくさんありますね、線が。で、バイクの方は線引っ張り出すとこうなってます。こうなってます。で、この黒い線は実はアースなんですね。アースです。で、この赤い線は実はこれアクセサリー線です。さっき説明書で検電コードで、光るやつと言っていた、要はキーがオンの時に 12V の電源が流れてくる線です。なので単純にこの配線キットのですね、黒い線と赤い線、そのまま黒い線と赤い線につないでください。もしくはこのボルトとかでもね、一応そのマイナスアース取れるんで、ここにこうやってくっつけてもいいんですけど、こうやってこの辺でくっつけてもいいんですけど、どっちでもいいです。まずはこの赤い線をここにつけるというふうに、なってます。簡単ですね。そしてこれをまずくっつけたらですね、次の工程に行ってみたいと思います。はい、さっきの続きです。まずさっき赤い線と黒い線をそのまま赤い線と黒い線につないでいいですよっていう話をしたと思うんですけども、まあつなぎました。そしてですね、次の工程が不慣れだと困ると思うんですけど、オートストップコードを探しますっていう工程になるんですね、これ。で、オートストップコードって、簡単に言うと、ワイパーが動いてる時に、電気が来るやつなんですよ。で、かつそいつがそのワイパーを止める仕事をしてるみたいで、それでオートストップコードっていうんですね。で、検電のテスターを使って、ワイパーが動いてる時にそのピカピカ点滅する線を探しなさいって言われるんですね。これ難しいです。で、これ帝都産業さんの
要はルーフキット、ワイズギアのやつですね。ワイズギアのルーフキットの話にはなるんですけど、簡単に言うと黄色です。この黄色、ここにカプラーがあって、本当はこの裏でくっついてるんですよ。今分かりやすく表に回してきただけなんですけど、黄色い線、これこのままつながってるだけです。黄色い線を、がオートストップコードです。これそしてこのオートストップコードをこう懸念テスターで測って、さらにですね、タイプ、ワイパータイプを選ばなくちゃいけないと。で A タイプっていうのが日産ホンダイスズ、そして B タイプがトヨタマツダ三菱スバル鈴木ダイハツに多いと。ワイパーが停止位置に来ると懸念ランプが点灯し、それ以外の時は消灯する車種、この下の方で点灯して上の方で消えてる車種、これが A タイプで、逆にこっちが電気来てなくて拭いてる時に電気が来るタイプが B タイプらしいんですね。で結論から言うと A タイプです、トリシティは。なので、黒、白いコードを黒につなげろって書いてあります。これなので全部答えを言ってしまうと、まず赤い線を、このわざわざ余らせてくれてる赤い線につなぐ、そして黒い線も黒い線にそのまま素直につなぐ、これ擬保身にしなくちゃいけないですからね、ここのところは。そして、さらにこのオートストップコードは黄色でかつ A タイプなので、まあこれを切るんですよ。切断して、モーター側に、モーター側に黄色、車体側にブルーをつながなきゃいけないんですけど、答えとしてはこうですね。こっちがモーターなんで、ここに黄色、これを切ってつないで、青を、こっち側につなぎ直すと。そうすると、完結ワイパーが簡単に言うと正常に作動します。これが全部の答えです。でこれ、まあ物自体は安いので、帝都産業さんのルーフキットをつけてる方なんかは多分欲しいと思うんですよね、この完結ワイパーキットで。ある程度こういった、電気的なことができる方、できる方はもちろんご自身でやる参考にしてもらえればこれ楽だと思うんですね。このまま言った通りつなげばもうそれで完成なので簡単です、安いですしね。ただあまりこれ慣れてらっしゃらない方は壊す恐れがあります、一つは。なのでもし自信がなかったら近所のお店に言ってください。買ったところとかにね、つけてほしいっていうことを言ってください。それが一つと、これあくまでも、この完結ワイパーキットをつけると多分テッドさんの保証効かなくなります。これ改造なので、あくまで自己責任の要素が強いんですね。なのでそういったところは、必ず踏まえた上でこういった作業は行ってください。ただもし自分でやるんであれば、まあ保証が効かなくなることは覚悟ですけどね、まあこういう配線を欠線すれば、動くように、正常に作動するようになります。はい、そしてですね、時が経過しまして組み立てました。で、とりあえずですね、配線をきれいに整理して中に入れたんですね、中にしまいました。そして、とりあえずなんとなくここにリモコンを貼ってみました。これ別にどこでもいいんですけど、ここにスピード調整のやつがあります。で早速なんですけど作動させてみましょう。通常ですと、ワイパーをスイッチオンにしてですねずっと動いてるんですけど、この完結キットをつけるとですね、はい、動きましたね。そして止まりました。こういうふうにですね、完結ワイパー、車みたいにですねができるようになりました。ちょっと遅くしましょうか。スピード調整ができるので結構これいいかもしれないです。まあ、今ちょっと濡れてない状態でワイパー動かしちゃってるんで動きが若干ぎこちないんですけども、ただですね、こういうふうにですね完結ワイパーになりましたんで、より、実用性が上がったと思います。一応これさっきも言いましたけど自己責任でやってください。そしてまあ必ず配線とかハンダ付けするんですよ皆さん。こより作ったりとかやると火入れたりしますからね、必ずハンダ付けして被覆をつけて、擬保紙のところは擬保紙端子を使って、そういったところの最低限の知識は、持ってですね、ご自身でやられるんでしたら挑戦しましょう。でもですね、例えばこのルーフキットを取り扱っているようなお店さんだったりすればですね、もちろん一度問い合わせをかける必要がありますけども、言えばやってくれると思いますこれ。そしてYSP 横浜戸塚でももちろん言っていただければやります。ただルーフキットの方の保証はなくなっちゃうと思いますけども、そういったところは我々の方でも言っていただければできます。今回のウィーラブトリシティいかがだったでしょうか。そして果たして木曜日金曜日
雪が降るんでしょうか。アップされる時には皆さんもう答え知ってると思うんですけども、私はまだ知りません。それではですね、また次のウィーラブトリシティでお会いしましょう。さよなら。はい、ここで皆さんにお願いがあります。この YouTube にはですね、コメント欄というのがありますね。今回の動画の、情報をお持ちの方とか、このバイクのオーナーの方、よかったらぜひそこにですね、感想などを書き込んでいただけたらすごく助かります。そしてですね、このバイクに対する疑問だとか、わからないこと、まあ同じですね、そういったことがある方も、もしよかったら書き込んでみるとですね、もしかしたら誰かが答えてくれるかもしれません。ぜひコメント欄を有効にご活用お願いいたします。